皆さんこんにちは、じゅんです。はい、今日もですねマイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイケル長谷川です。結構恒例に恒例になりました。また今日も雨で室内撮影ということで、いつまで経っても外にない。本当はね外でね撮影したいんですけど、なかなか毎回雨。そうなんです。マイケル的にはねもう、うん、もう実戦の方がどっちかというと得意なんで、はい、本当は外に出たいんですけど、まあ、そうですよね。もうとてつもない雨男ということになりました。もう5回ぐらいですか。5回。そっちの方が大変ですよ。5回中5回雨ぐらいみたいな。はい、まあ、そんなわけなんですけど。はい、今日何しますか。今回はため。ため、まあ、よくなんかこうためがあるとかないとか言うと思うんですけど、うんうん、まあ、そのためについて教えていただきたいなと思います。うん、なるほどですね。まあ、いわゆるラグって言ったりもするんですけども、ラグ、うんうんうん、これためっていうとどういうイメージ。飛ばせるとか。飛ばせる、ありますよね。なんかそんなイメージがある。そうですよね、うん、なんかやっぱこの効率よくボールにエネルギーを伝えるための動きっていうのはまず1個あるのと、うん、はい、あとやっぱりね曲げないためのスイングプレーンを作るためにはやっぱりためってねめちゃくちゃ必要なんですよ。ためがあると曲がりづらくなる。曲がりづらくなるっていうのはね、少しスイングにこのなんていうんですかね、ハンドル、車の運転でいうとハンドルに遊びってあるじゃないですか、うん、はい、例えばそのレース用の車ってちょっと切っただけでギュンって曲がるらしいんですけど、普通の車ってちょっとこうやってもまっすぐ行くじゃないですか、うんうんうん、あれって遊びの部分なんですけど、はい、そのゴルフのスイングにも遊びがないと、うん、ゴルフスイングって人間がいるんで、はい、あってなるじゃないですか。なそうなるじゃないですか。でなった時にうまくそれが修正できる人と修正できない人っていうのはこのためがあるかないかで結構大きく変わるんですよ。なるほど。スイングを安定させるものでもあるので、ぜひ今日はですねそこの部分やっていきたいと思いますね。楽しみ、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあそれではねちょっとね、はい、打ってみましょうか。いつものようにスイング診断ということで、はい、はい、あ、ミスショットですね。一発目ですからね。もう一回いきます。はい、ミスですかねこれも。じゃあちょっと見ていきましょうか。どうですか、溜まってます。溜まってません。溜まってません。溜まってませんね、うん、溜まってません。あ、でも溜まってないっていうのはちょっと嘘な感じで、溜めはそんなに大きくないっていうだけの話で、うん、トップの位置が終わったら、まあ、例えば70度ぐらいの角度でやってますよね、うん、でギュッて切り返した時に、まあ、この辺りがP5 って言われてるポジションで、ここの角度がどうですか ?74 度ということで、どちらかというと角度が増えてますよね。うん、要は90度方向に動いてますよね。と、はい、ことはちょっとほどけながら動いてるんですね。うん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 、でこれでも潤さんの場合はそんな悪くないです。うん、でここで手打ちの方っていうのはもうここでもうすでに90度超えちゃう方がいるんで、ね、そうこれはやっぱりすくい打ちにつながってきたりとか、うん、要はもう溜まったパワーは先に使っちゃうような形になるんで、やっぱボールに対してはエネルギーはあまり伝えられないというスイングなんですね。うん、じゃあこのまま進めていくと、じゃあ僕はどうなっててほしいかっていうか、まあ、この辺り溜めっていうとこの辺のイメージなんですけれども、このポジションのことをこのハーフウェイダウンって言ったりするんですけれども、うんうん、よくあの表現というか説明するときに使うポジションなんですけれども、うん、要は右手が、まあ、両手が右足の前に来たとき、うん、このときにもう結構クラブがほどけちゃってますね、はい、そうですね、うん、じゃあこれどのぐらいになっててほしいかっていうと、この時点では、うん、右足の前ですよ、両手が右足の前に来た時には、うん、まだですね地面と平行であってほしいと。うーん、でだからだんだんほどけてはくるんですけれども、うん、ね、ここではそう早いんです。で早いんです。でこれがここの位置にあると、まあ、当然もっとハンドファーストで打てるようになるし、うんうんうん、ボールに対しても要はそのコースに、ね、芝に行った時にしっかりボールを上から打ってくれるようになるんで、うん、多少コースでミスじゃない、ライが悪くても全然うまく打てちゃう。なるほど、うん、これが浅いってことは、ほどけてるってことはちょっとこう例えばボールの手前が、うん、ボールが沈んでるとか手前側が高いとやっぱり先ボールに当たる前に手前の地面に当たっちゃうんで、うんうんうん、ダフったりトップしたりっていうミスになりやすいですよね、はい、なんでもうちょっとここの部分を改善していきましょう、はい、これがすごく改善になりますね、はい、みんなこれやりたいと思います。やりたいですよ、はい、これはめちゃめちゃコースに行った時に楽に打てるんです。うーん、
じゃあいきましょうか。はい、イメージね、全然いいです、全然いいです。古畑任三郎やっちゃう。このまま使います。まあちょっとじゃあ、はい、今の説明したんで、はい、感覚でできちゃうタイプじゃないですか、はい、やってみましょうかね。今のね、感覚でこれでできたらもうこれで終わりです、ね、今日はもうこんな感じ。よし、ちょっとやっちゃいますね。はい、これで、はい、終わりってなっちゃいますね。ね。え、どうです？はい、あー、もうちょい。はい、終わりです。もう1回でできちゃいました。やれるんだったらやっていきましょうね。これね、終わりました。終わりました。終わりました。できた。今日はこれで、今日は単語についてのお話ね、ありがとうございました。もうほら、できてる。完璧なこのハーフウェイダウン、デリバリーポジションって言われてますね。デリバリーポジション。困りました。困る。困りましたね。これだけうまくやられちゃうとね。じゅんさんはね、こうやって感覚でできちゃう。うん。ね。うん、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。ね。はい、今どういう感覚で？どういう感覚？本当にそういう。いや、もうここだけを意識して打ちました。うん、こう。なんか分かんないですけど、うん、でもすごい今のすごくいいデモンストレーションをしてくれたんですけど、こうやってやるじゃないですか。こうやって要はこうやった時に右手のこの手のひらにクラブの、うん、要するに今こうやってやってるわけですよね、はい、でしっかりこの手のひらでこうやって押せてないと、うん、このラグっていうかこのためっていうのはできないんですよね、はいはい、なのでこれが例えばさっきの状態とほどけてしまっているので、うん、この手のひらの方にはクラブを押せる形にはなってないんですよね、はい、そうさ、まずこういう風な形ができているっていうのは第一前提なんですけど、うん、ゴルフのスイングっていうのは、はい、単純な振り子じゃないですよね。よく振り子振り子って言われるじゃないですか、うん、言われるじゃないですか。だけど単純な振り子だったら基本的にこういう振りになっちゃうんですよね、はい、これって飛ぶように見えますかっていう話なんですね。あ、見えないですね。見えないですよね、はい、こういう風になるから、うんうんうん、飛ぶようになるわけですよね、うんうん、そうですね。この動きってゴルフのスイングっていうのは単純な振り子じゃなくて、はい、まず1個目の振り子が肩から手元まである、はい、これ1つ目の振り子、はい、それからこの手元からクラブヘッドまでのこの振り子、うん、これが振り子が2つくっついてる二重振り子っていう状態なんですよ、はい、でこれがうまく機能しないと、うんうん、まずボールが飛ばないし、はい、ためもできない、はい、じゃあ二重振り子今どうなってるのかっていうと、振り子ってなった時に例えばこれが、はい、ここが曲がっちゃったらこれって振り子にならないですよね、はい、まず振り子って紐だとしても紐ってまっすぐな状態で動きますよね、うん、はい、そうですね。だから基本的にまずこの第1個目のこの振り子っていうのは、うん、肘が曲がってないってことが一つポイントなんですよ。あ、こうしない、しない、ね、こうそう、はい、っていうのがまず1点と、はい、あともう1点はこの2つの振り子のジョイント部分、このグリップ、はい、ここが必ず脱力しなきゃいけないっていう、うーん、そう、ここがカチカチになってたら、うん、もう振り子にならないですよね。確かに、ここが柔らかいからこういう振り子になるんですよね、はい、うんうんうん、そう、ここが肩から左のグリップ、あの手元までがまずしっかり伸びてるっていうこと、はい、あとはここの手首が柔らかく、特に切り返しのところですね。だからここで肘がちょっと肘曲げてもらっていいですか。肘曲がっちゃうとこの手首が今度、うん、うまく使えなくなっちゃうんですよ、はい、で肘の伸ばす、でこの肘伸ばすっていうのは力ずくで伸ばすんじゃなくてコツがあって、グリップエンドを遠くにしたい、そう、要はテコの原理とかって言いますよね、うん、こうやってバックスイングっていうのはそう、そう、ね、そう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 、はい、左のグリップを下に押していきながら外に押していきながらやるから、うん、こうやって肘が伸びるんですね、はい、そう、だからこうやってこの肩とこのグリップエンドまでの感覚っていうのをしっかり取ってあげる、はい、これためができない方っていうのは、うん、これがグリップエンドが自分の方に近いんです。そうそう、あ、確かにこうやってあげる人いるかもしれない。そうですよね。だからこういう方はやっぱりちょっとためができにくい、こう、そう、はい、でこうやって伸びてたら、あとはもうここが今しっかりしてるんで、このクラブヘッドが重いんでこういう動きになりますよね、はい、うん、そう、
そうですね、はい、そんな感じで種ができる条件というのは左腕がしっかり伸びているということ、はい、これは伸ばすっていうのは腕をしっかり力んで伸ばすんじゃなくてグリップエンドを遠くにするイメージで伸ばすと、はいはい、であとはこのグリップを柔らかくするということなんですね、うんうん、分かりましたでしょうか。はい、分かりました。内容的にもうちょっと説明します。練習法とかあります。練習法もあるんですか。まあ、簡単にやりましょうか、はい、だから今のポイントっていうのは別にここのためとかはあんまり必要なくて、必要ないっていうか大事なんですけど、大事なのはさっきのここのハーフウェイダウン、ここの位置、はい、ここの位置をしっかり作った上でちょっと構えてもらえますか。バックスイングしてトップまで行ってもらってきた。でここまで行ってもらってきた、はい、そう右足の前ですね、そう右足の前で、できない方はここから 2,30 センチ持ち上げてボールをパチンと打つ。あ、そうここからちょっと回ってて、ここからパチンと打った。そうなんかそこを作った。ここからそうちょっと反動する。そうそこから打って、そう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 、あこれもまた難しい練習ですね。ここですね、ここのハーフウェイダウン、ここの、うん、形を今意識しましたね、はい、でこの時に左腕は伸びているクラブシャフトは地面と平行で、ここができたらもう一回持ち上げてもらってここから打つと、そうすると、うん、誰がやってもハンドファーストになるんですよ。これいつもよりハンドファースト強くなるじゃないですか。強いですね、うん、でこうやってまずこのハーフウェイダウンからクラブってのはこうやって動いてくるんだよっていうのを、うんうんうん、まず癖付けをすると今度は基本的にはこのハーフウェイダウンに今度入りたくなってくるので、うんうん、そしたら今度はバックスイングのマネジメントとかダウンスイングって変わってくるじゃないですか、はい、だからまずはここを、正しいハーフウェイダウンからボールを打つ練習を何回かすると、うん、どんどんできる。これがね、そうそうそう、そういうことなんですね。はい、ということで今回ためについて教えていただきました、うん、そうね、なかなか私もそんな気にしてここを気にしたことなかったんで、うん、ぜひねやってみたいなと思います。できましたね。でもできましたね。さんはできる方ですよね。でも結構、うん、長年悩んでる方結構いらっしゃいますよ。本当ですか。やっぱり、うん、だからやっぱここができるとやっぱさっき動画見ていただいたら分かったと思うんですけど、うん、クラブがしっかりダウンベローに入るように、いわゆるハンドファーストにしっかり入るようになってくるので、うん、はい、当然飛距離も出るし、うんうんうん、コースも芝に行った時に打ちやすくなると思うので、ぜひやってもらいたいと思います。そうなんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。マイケルさんのチャンネルを見てね。お願いします。